皆さんどうもこんにちは、ヒカクゲームです。今日もですね、おにぎりばアプリ2020やっていきたいなと思うんですけど、本日6月15日何の日かご存知でしょうか？そうなんです、生姜の日でございます。永谷園が2009年に制定ということで、結構最近なんですけど、まあ生姜の日といったらね、もちろん僕も今日は髪引きしてもしょうがないよね。このギャグがしょうもねえよ。はい、ということで今日もですね、ウィニングレバーアプリ2020やっていきたいなと思うんですけど、はい、今日ですね6月15日ということで、毎週月曜日の CS ガチャやってまいりました。はい、てかさ、思ったんだけど、週刊 FP そろそろ復活しそうじゃないですか？ちょうどですね、最近マジョルカ対バルセロナなんかもやってましたけど、プレミアとかセリアももうすぐですよね。はい、なのでそう考えるとですね、そろそろ週刊来るんじゃないかなと思っております。さすがに今週の木曜日は難しいと思うんですけど、個人的な予想はですね、来週から復活するんじゃないかなと思ってますので、無茶金の方とかはね、習慣の楽しみっていうのはすごく大きいと思いますので、ワクワクしながら待っていきたいなと思っております。ということで、今週のですねガチャになるんですけど、今週はですねセリエ A からローマ、そしてインテルということで、見てください、このルカクの顔、ルカクも喜んじゃってますからね。いやー、ちょっとね、どちらも新時代になってからは初めてのガチャなので、強化度ものすごいんですよね。はい、というところでは、まあまあもちろんですね、この後細かくは解説していきますけど、はい、かなり魅力的なガチャではあるのかなと思っております。で、まずはインテルなんですけど、まあ今週注目はこっちでしょう。まあ安定のルカク先生、一番俊敏性の高いルカクということで、はい、こちら大注目ですし、はい、あとはですね、ラウタロマルティネスじゃなかった、これはバストーニだった、ラウタロマルティネス選手ですね。いや、ちょっとね、今回めちゃくちゃ強いよ。今回中型アップデートでラウタロマルティネス選手って強化されたんですけど、そこからですね初めての FP 化ということで、はい、かなり良さげなので、ラウタロマルティネスも強いですよね。そしてもう一人ヤバい選手いるんですよ、シュクリニアル選手。はい、このシュクリニアル選手がですね、ディフェンス能力バケモン見て、ディフェンスセンス97、ボールダッシュ95、アグレッシブネス93、これ1レベなんで、はい、実はレベマにするとほぼほぼ完走になるんですよね。はい、ここだけ見たらもうね、アイコニックかなってぐらい強いので、まあシュクリニアルに関しては間違いなく注目になってくるのかなと思います。そんな感じかな。あと個人的にはバストーニ選手なんかも欲しいので、詳しくはですねインテルレベマ比較で解説していきますけど、はい、インテルに関しては、まあ、美化金以上だったら余裕で引いていいガチなのかなと思っております。で、ローマなんですけど、まあローマはですね、まあもういろんな実況者さんがコメントしてるんですけど、ザニオーロ、この選手が入ってればよかった。で、ザニオーロに関してはですね、怪我してるから来てない説っていうのもあるんですけど、普通に他の CS ガチャだと怪我の選手出てきたりもするので、まあシンプルにコナミさんのチョイスだと思うんですよね。はい、って考えるとちょっと残念だったなって気持ちではあるんですが、うん、全体的にですねライブアップデート良ければ光る選手ってのは多いので、まあ安定感はあるガチャなのかなと思っております。ただ無課金にとってはちょっとあれっていう気持ちはわからなくはないですね。はい、でやっぱりですね、注目はジェコ選手。うん、もうエディンですよ、ジェコですよ。うん、もうめちゃめちゃ強い。うん、ジェコに関してはまあポストプレイヤーっていうね、あのプレイスタイルをどう評価するか次第ですけど、はい、ポストプレイヤー好きにとってはかなり強いと思ってますので、はい、やっぱり大注目はジェコなのと、あとはどうなんだろう、結構ね人によって好み分かれてそうですけど、個人的にはですねユンデルなんかも結構気になってるんですよね。はい、割とですね能力値は面白いですし、なんだろう、こういう若手で能力光る選手っていうのをね今ちょっと育てたいお年頃なんで、僕個人としてはユンデルなんかも当てていきたいかなって思ってますね。はい、ということでこのガチャなんですけど、それぞれガチャ優先度やっていきたいんですが、1点だけですね今日も補足していきたいなと思うんですけど、今ですね今日が6月の15日なんですけど、大体6月の中旬ですよね。そろそろですね大型アップデート、2021アップデートへの足音が聞こえる頃かなと思っていて、まあ今年はですねコロナウイルスの影響でリーグ戦が後ろ倒しになってるので、ちょっとですねいつアップデートが来るのかっていうのはわからないんですけど、ここのアップデートで FP が通常に戻ることはほぼ確定なんですよね。なのでこの辺ですね、そろそろ意識しながらガチャの選択肢っていうのをやっていく必要があるかなと思っていて、逆にですね今週もねレアル来てますけど、アイコニックとかは引き継ぎは確定してるので、まあこの辺も含めてどこで使うかですよね。まあ正直あんまり言いたくないですけど、めっちゃ欲しい選手とかがいない限りは、今後ですねまあ CS とか週刊とか、まあ週刊復活するかわからないですけど、この辺りはですね結構厳しめの目で判断していく感じでもいいのかなと思ってます。まあ特に無課金の方はコインどこで使うかっていうのはすごく大事になってますので、はい、そういった感じで厳しく判断していただくっていうのがおすすめになるのかなと思います。っていう上で今週のですねインテルとローマになるんですけど、まあどちらも B 評価ですかね。どちらもですね間違いなく魅力的な選手はいるので、はい、その選手狙いで引くのは全然ありです。はい、ただまあちょっとですね確率厳しめかなっていうのと、来週以降ですねもしかしたら週間の復活もあるかもって考えると、まあ無理
して引かなくてもいいのかなって感じですかね。まあ最終判断はですね、レベマ比較も見て判断していただきたいんですけど、そんな印象なのでどちらも B 評価なのかなと思っております。ただどっちか引くなら基本的にはインテルがおすすめですね。で、美化金以上だったらさっきも言ったようにインテルは結構押したいので、まあインテルに関しては普通に当たりも多いですし、外れもそんなに多くないので、はい、そういったところからどっちか引くならインテルなのかなと思っております。ということで、まあ僕はですね、引いていく、それ以外はありませんので、今週もですね3回ずつ引いていきたいなと思います。じゃあまずはいいですか、ちょっと今日も前儀しちゃっていいですか。前儀が大事だからね、何事もやっぱり最初が肝心。ここでしっかりとスペインに落として、ほらね、え、嘘、待って、ワンチャンあるよ、来るか、はい、あー、メンディー。さて行きますか、どっちから引く、いや、ローマから行こっか。まあローマからで、ローマはねぶっちゃけまあジェコ持ってるんですけど、まあ過去最強ジェコなんでありで、あとはさっき言ったようにユンデル、まあそのぐらいかな。まあスモーリング持ってるでしょ、ペレグリーニ持ってるでしょ、ムキタリア持ってるでしょ。やばいな、これやばいな。まあまあちょっとやばい気もしますけど、はい、がっつり引いていきたいなと思います。先に言っときます、多分背番号だとすぐには分かりません、はい、分かんないと思うんですけど、はい、では1回目言っていただきます。さあよろしくね、よろしくね、大事だよ、大事だよ。ちょっとね今週ね当てた選手すぐねガチ疲れ使う、ちょっとそういう企画も用意してるんですけど、さあ来るか、イタリア、ドッティ、トッティ、テッティからの7番、あ、7番はね確かだけど、確か、ペンロッティ選手かな、ペンロッティ選手かな、ペンロッティ選手かな、ペロッティかな、はい、ペレグリーニです。はい、やったな、メスったな、これメスったわ。世代超えてんのよまた。いやまあでもしょうがないね。まあこういうガチャにはやっぱりまあ比較っていうのはつきものなんで、オッケー、次行きましょう、2回目、いきやす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 、ジェコ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 お願いします、ジェコお願いします、行きましょう。さあ2回目イタリア、分かっている、イタリアは中学の時に行ったぞ、来い、おっ、あ、待って、これはねかぶりではない、あ、17番、これこそさユンデルじゃない、ユンデルじゃない、あ、そうですね、ユンデル、髪型がかっこいい、髪型がイケてる、ユンデル選手ありがとうございます、これは結構嬉しいっすね。オッケーオッケーオッケー、かぶってもないし割と狙いだったので、はい、ありがたいです、ありがとうございます。いきます、ジェコ、あなたしか見えません、ここで当てよう、すべての舞台は整った、ジェコさん、エディンさん、お願いします。さあラストです、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 ラストです。さあ9番が見えれば僕の中では勝利、いきましょう、レッツゴー。お、来たか、あ、ワンチャンあるぞこれ、8番か、8番でした。これは、お、ペンロッティかな、うん、これこそペンロッティですね。さっきはミスったけど、はい、ありがとうございます、ジェコ。はい、ということで、インテルやってまいりました。ちょっとローマはまあまあまあ、悪くない、悪くないけど切り替え大事だからね、へこんでってもしょうがないから前向いて常に歩みを進めていこう。はい、ということでインテルなんですけど、インテルはですね割とみんな欲しいかも。まあ特にディフェンダー狙いですけど、まあルカク、ラウタロに関しては実はまあ持ってはいるんですよ。まあ過去最強だからいっか。まあでも、まあ、できればシュクリニアとバストーニですね、この2人に関しては完全に持ってないので、はい、世代超えずに狙い当てていきたいなと思っております。ということで一発目いきましょう、用意はいいですか、いきますよ、レッツゴー。さあよろしく、よろしく、今週、さあインテル、インテル入ってる、僕のガチャも入ってる、さあ行くか、一発目誰が来るでしょう、レッツゴー。お、えい、オッケー、来たか、来たか、15番、あ、15番は、はい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 、ヤングですね、ヤングですね。ちょっと待って、世代とチームを超えて比較したけど、ちょっと待って、ヤング持ってんだよな。だって初めてだよ、世代とチームを超えて比較したの、やるね、なかなかやるね、はい、ありがとうございます。さて2回目いくか、頼むよ、マジでマジでお願いします、よろしくお願いします、2回目、頼む。まあね、ガンダムビッチでもう悪くはない、ハンダルイチ今週ね結構いいから、さあ2回目、いくよ、いくよ、来るよ、しよう、いくよ、来るよ、しよう。さあ2回目、はい、あ、でも違うか、これは、え、あ、ちょ、あ、これはカンドレーバだ。あ、違う違う、ブロゾビッチだ、ブロゾビッチ、あぶね、間違い、一瞬、ま、大丈夫大丈夫、すぐ訂正したから大丈夫、これは、うん、ブロゾビッチだ、あ、待って待って待って、かすりもしてないけど大丈夫か、僕の狙い、僕の狙いかすりもしてないけど大丈夫か。はい、ブロゾビッチ選手ありがとうございます。追い込まれた男は強えよ、最後にしっかり結果出すから任せてくれよ。ここで出すために生まれてきた、今日出すために生まれてきた、最後に出すために生まれてきた。さあ行くぞ、言葉のウェイトに差がありすぎる。さあイタリアで最後誰が来る、来い、おー、10番ラウタロじゃん、オッケー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 、最後に救われていく、
まあ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 、うん、こういう時どうやって動画締めればいいんだっけ。